こんにちは、ダイスです。今回は最強インテラオンのマルチプレイに潜入したいと思います。使うのは夢特性のマルチこの世猿のメトロノーム持ち個体です。やる気この世猿を作った時と同じ努力値振りになっています。テラスタイプは格闘で、やる気この世猿をそのまま、私の場合は負けん気の夢特性に変えた子です。最近行われている最強イベントレイドってマルチプレイ結構荒れたりするんですけど、今回のインテレオンはだいぶ安定した突破ができるという噂があったので試してみたいと思います。この世猿の立ち回り方法についてはソロプレイとマルチプレイ変わらず、初回の1回目で雪景色を日本晴れをかけて天気の書き換え、その後ドレインパンチを連打していってテラスタルできるようになったらテラスタル、その後もずっとドレインパンチという感じです。メトロノーム持たせているのでドレインパンチが徐々に威力が上がっていくという感じになっています。負けん気は波ダメをされないと発生しないんですけど、メトロノーム持たせておくことで能力値が上がらなくても結構楽に倒せるように作ってあるという感じです。で、今回に関しては周りのポケモンさんも様子を見て癒しのエールもかけました。マルチプレイだと倒れない方が有利に進められるんですよね。なんでこれかけたかというと、原田以降してた鉄のカイナさんがいたので、そちらのためにも一応1回かけてみたという感じです。やらなくても全然大丈夫なんですが、周りのポケモンが、まあ、自分以外の残りの3分の2あたりが HP がオレンジラインとかになっていたら、余裕があれば、癒しのエールで回復してあげた方が進めやすいです。で、何かけるのかなっていう風に技見てたんですけど、結構皆さんいろんな技かけてましたね。で、ここで私の場合はもうドレインパンチ連打に切り替えました。日本晴れかけているので吹雪当たらないターンもあるし、ドレインパンチはメトロノーム持たせているので始めたらずっとドレインパンチの方が攻撃も上がるし回復もできるので楽なんですよね。で、ちなみにトリトドンはアクアブレイク中心だったし、ドドゲザンは多分鋼タイプの技を打ってたように思います。鉄のカイナに関しては原太鼓からのドレインパンチっていう流れをとっていたような感じがしました。マルチプレイいろんな方と一緒に行けるので、倒れた回数、自分以外の皆さんの秒数も入っちゃうんですよね。なのでちょっと危ないかなと思って進めてます。結構うまくいく時もあるんですけど、素早さとかタイミング的に難しくなったりはするんですよね。ただこれギリギリ間に合うか間に合わないかで、この世猿で突破できるかどうかっていう回だったんですけど、本当にギリギリであんまり見ないものになってたのでピックアップしました。ちなみに今回マルチプレイは6回行ってきました。全部突破できたという感じです。今までの最強レイドって突破できるか突破できないかって私の場合半々だったので、インテレオン戦は比較的楽に突破できた印象でした。このままドレインパンチで削っていきます。あとちょっとでバリア割れて、この続きどうしようかなっていう感じだったんですけど、多分鉄のカイナもドレインパンチしてくれてたし、ドドゲザンもね途中で多分入ってなかったんですけど剣の舞とかかけてたんじゃないかなと思います。特にあの技これかけてるっていうのが出てなかったんですけど、アイアンヘッドかな、ずっとアイアンセットを多分剣の舞かけてからしてくれてたんじゃないかなという感じです。で、あ、倒せなかったって思ったんですけど、これ倒せてましたね。はい、最後ねアイアンヘッドで決めてくれました。こんななんか0秒で最強シリーズのポケモン倒したことが今までなかったのでピックアップしましたが、
人によって多分時間が若干ずつずれるんですよね。その関係で私の目線から見ると残ってなかったんですけど、多分他の方からしたら時間の残りが若干あったんじゃないかと思います。これはね、面白い回でした。続いてこれもすごく面白かったです。ソロでも突破できるって SNS で書いてあったポケモンが揃いました。この回に関してはこの世猿2、コライドン1、ラウドボーン1だったんですけど、他の回だと私がこの世猿で、他がミライドン、コライドン、そして大剣気っていうのもありました。それもね面白かったんですけど、残念ながら途中で凍ってしまったので、私はドレインパンチのあのメトロノームの効果が切れちゃったという感じです。最後誰が倒したかその回分からなかったんですよね。なので今回の動画ではピックアップしませんでした。なんか止まってる感じになって気づいたら終わったという形でした。たまにあるんですよね、マルチプレイだと。でこの回に関しては初手2本バレかけてからずっとドレインパンチを私はしてたんですけど、隣に一緒に来ていたこの世猿さんがずっとドレインパンチをかけてくれてたので、早めのテラスタルができたというのと、あとはラウドボーンが多分フレアソングとかいろいろかけてくれてて、やけどになるようにっていうのを多分やっててくれてたんですよね。それも良かったんじゃないかなと思います。結構ねコツコツ削られてて面白かったです。この状態でまだステータスの書き消しが来てないので、みんなある程度安定して進めていた回でした。マルチプレイって気づいたら時間が半分経ってるとか、気づいたらバリアが張られてるみたいな感じで進みが早かったりする回もあるんですが、これに関しては多分皆さん安定してたんですよね。ゆっくりなんかソロプレイみたいな感じで時間が進んでた印象です。はい、では私もテラスタルできるようになったので、テラスタルしてからドレインパンチをかけていきます。ちなみになんでこの回をピックアップしたかというと、テラスタルした時にインテレオンがいなくなったっていうのも久々で面白かったんですよね。これもぼっちプレイに今の状態だとなってしまってました。あとはみんなテラスタルした回でした。マルチプレイでみんながテラスタルをするのってほぼほぼなかったんですけど、最強レイドに関してはほぼほぼ私は会ったことがなかったんですが、珍しくみんなテラスタルして最後終わったのでピックアップをしたという感じです。はい、これで半分ぐらい残してラウドボーンがテラスタル、このテラスタイプのラウドボーンでしたね。で続いて最後コライドンがテラスタルをして、で最強インテレオンが倒れるみたいな形になっていました。これも面白いですよね。途中でアクセルブレイクに切り替えてくれてたのも早く終わった要因だと思います。コライドの立ち回りもドレインパッチも持ってるんですけど抜群取れるので、アクセルブレイクも強力な技になってるから都度ね変えてくれてたのがすごく良かったんじゃないかと思います。はい、これでみんなテラスタル完了です。あんまり私は見たことないんですが、皆さんどうでしょうか。マルチプレイで4体ともテラスタルした回最近ありましたか。最強レイドに関してだと私はほぼほぼ見たことがないです。はい、こんな感じでかなりね時間を残してインテレオンを倒すことができました。マルチプレイも協力プレイなのでポケモンの場合すごく楽しいです。ソロで普段遊んでるっていう方もマルチプレイもたまにはねやってみるのがいいと思います。今回マルチプレイに潜入してみて、やっぱり一番使われていたポケモンはこの世猿でした。時点でコライドンと鉄のカイナが多くて、その後いろんなポケモン
っていう感じでしたね。デカヌちゃんとかドドケさん多いのかなと思ってたんですけど、他の子たちとあんまり私の場合は会った数が変わらなかったですね。ということで、マッケンキーメトロノーム持ちの個体、マルチでも活躍しますのでおすすめです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。マルチプレイまたどこかでありましたらよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。